ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただくお車が AMG C63S カブリオレ、こちらをご紹介させていただきます。もう本当に何回も C63 ご紹介させていただいてるんで、はいはい、バッと驚きはないですね驚きないっていうとなんかこうちょっとやらしい感じじゃないですか。はい、でカブリオレ63カブリはないですよね。63カブは初です。初ですよね。43を東京店の方で過去ご紹介させていただいたことがあるので、はいはい、63はクーペとセダンは両方あるんですか。ワゴンも取れました。ワゴンあります、はい、後期はないですよね。後期はないです、ね、はい、はい、じゃあ今回なんでちょっと前期後期の違いとカブリオレのところとちょっと、はい、あとオプションもですね、はいはい、まあ、結構意外に珍しいんですよ。そうですよね、まあ、パッとご紹介はしてますけど63後期カブリオレって結構珍しいので、はいはい、僕も初めて見ました。はいはい、なんでちょっとそんなお車をご紹介させていただきます。はい、で外観はもういいですかね。そうですね、まあ、外観色一応オプションなのでダイヤモンドホワイト、ダイヤモンドホワイト、まあ、基本ですけどね、はい、でまあ、前期と後期の違いは別にいいですか。ヘッドライトのちょっと衣装が違ったり、はい、バンパーのちょっと衣装、はい、あグリルも違うんですか。グリル違いますよ、はい、グリルも違うんですか。グリルだって横棒じゃないですか。あ、そうか、後期から、はい、後期63からアメリカなんですね、はい、なんかみんな交換するからあ、はい、バグってました、はいはい、まあ、その辺が違ったりとか。そうですね、で今回の車カーボンのパッケージが付いてるということで、はい、しっかりこの辺もカーボンパッケージが60何万70万ぐらいのオプションが入っております。はい、もうここまで行くと結構装着率も高いですよね、カーボンパッケージ。そう、いや、うちで入庫してる車なんかみんなついてません。いや、僕がバグってる。そう、バグってます。うちがオプションをついてる車を仕入れてるから当たり前のようについてる。厳選した結果そうなってる。そうです。普通はそうついてないんです、ね、普通はまあまあついてないですね。なるほど、はい、まあ、一応後期なんである程度そのなんて言いましょうか、あの装備品としてはもうきっちりついてますけど、プラスオプションっていうのは結構ついてないことです。あ、なるほど、はい、まあ、そんなフロント周りで、はい、で横に行くとちょっとホイールがかっこいい感じなんですけど、はい、なんかエディション1みたいな。そうですね、エディション1みたいなホイール、フロントとリアと違うサイズのものがついてますけど、これは後期になったら標準でついております。なるほど、はい、もうなんか僕らがそれ言っちゃダメなんですけど、変えなくてもいいかなってぐらいかっこよくないですか。いや、もう全然いいと思いますよ、はい、もう本当にあと出面の調整だけでいいかな、はい、まあ、あえて言うならね、はいはい、そんな感じですよね。でブレーキなんかは標準のタイプのブレーキになってます。そうですね、はいそして、まあ、カーボンパッケージ入ってるんでサイドスカートなんかもしっかりカーボンになってて、はい、バランスがいいですよね。でカブリオレだとこの辺も違うんですね、色というか。色、あ、このモールの色ですね、はい、ちょっとくすんだ感じという、くすんだって、はい、言っちゃいけないでしょうね。サテンのシルバーみたいな。そうですね、はいはい、ちょっと金属感がある、はいはい、金属ではないですよね。これ金属なんですか。一応アルミか。アルミですね、はいはい、こうモールが、ウィンドモールがついてて、ね、さっきも言いましたけどちょっと甘じみが逆に気にならないという。確かに確かに、はい、あのピカピカのやつだと結構甘じみ気になって、はい、磨きが必要になったりとか。だからピカピカ2はここですね。ここはこんな感じの本来モールなんですけど、はい、そうですね、ちょっとクロームメッキのこのモールですけど、はい、今回のカブリオレはここはちょっとサテンのシルバー、うん、で意外にこう見てると良くないですか。そうですね、色合い的に、はい、ちょっと爽やかな感じがします、ね、爽やかな、はい、爽やかな感じしません爽やかなとか、爽やかな僕なんかちょっと爽やかな感じ、爽やかな感じで、はい、その表現ちょっといただこうかな。本当ですか、爽やか。そして今回このトップの色が、はい、紺色。そうですね、トップも色は選べると思うんですけど、はい、まあブルーで今回チョイスされてますね。で結構こう小豆色のトップのもあったりとか、はいはいはい、ちょっとこうトップの色で車のキャラクターは結構、そうですね、変えたりしますね。だから内装を例えば赤とか入ったりすると、まあ、小豆っぽい、まあ、小豆色っていうんですかね、まあ、そういう何色って言えばいいですか。正式名称、正式名称をねちょっと入れてもらって、まあ、トップの色もちょっといろいろあるんで、まあ、ボディカラーとの組み合わせ、内装との組み合わせで結構イメージが変わってきたりとか、ね、はい、今回本当に僕ちょっとモールが爽やかだなと思ったんで、うん、ちょうどこの白と青でいい感じになって、うん、いい内装なんかとも合ってるんじゃないですか、まあ、黒にするよりかはちょっとアクセントになりますよね。ちょっとおしゃれな感じしますね。そうですね、はい、そして後ろこの辺も店頭周りのこの衣装が後期になって変わってるのと、はい、あとはまあトランクの形状なんかもちょっと違いますよね。違いますね、カブリオレとクーペ で、はい、であとはこの辺が S だとついてたりとか、はい、であとこれね、カーボンのパッケージなんで、はい、これもしっかり入ってます。でマフラーも S と普通の63でちょっと違うんですよね。違います、はい、
パフォーマンス、バルブがついてるのとついてないのっていうのがありますね、はい、こんな感じでしょうか。まあ、一応もう最上級グレードなんで、はい、でも S、 もう S ってなくなっちゃった、 S と S じゃないのってなくなっちゃったんだよね、確か後期は、もう 63S だけになってると思います。あ、はい、前期の時はもう分かれてましたけど、あ、なるほど、はい、後期はもう漏れなく 63S になる、S、なるほど、はいはい、じゃあ続いてトランクを見てみたいんですけれども、後期から鍵がちょっと新しくなって、はい、他の現行のモデルと共通の鍵になっているって、はい、前期が普通の電子系ですよね。そうですね、はい、なんでちょっとこの辺も僕的にはポイントかなり高いなって、はい、でカブリオの場合だとこう外から開けたりとか、はい、足で開けたりとかっていうのができない、ないですね、はい、リモコンのみの鍵になる、はい、リモコンだとフロントのドアのところから、はい、2回押してください、はい、ちょっとこれもうちょっとこうもうちょっとこうスーッと開いてからドンと開きましたね、パカッて、はいはい、そしてまあパワーテールゲート、パワーテールゲートなんていうんですか、電動のトランクはついてないんで、ついてないです、はい、まあ、こういうタイプになる、このボタンがこれなんかこれの、ああなるほど、これなんですか、え、うん、これ落ちた、あーなるほど、上がるのは手動なんですけど、あ、これで屋根しまうしまわないの、いや、この状態だと屋根はしまえられないのでトランクを入れるからですね、トランク容量を増やして、はい、で屋根を開けたいときにはここを下げてもらってスペース作ってあげますけど、ちょっとスペース、このトランクのスペースはちょっと少なくなると、けど屋根が開け閉めできるってことですね。そうですね、でこれちょっとゴルフバッグはこれだと無理ですよね。そうですね、まあまあちょっとね、一回やってみましょうか、ね、入れてみます、でもちょっと難しいんじゃないかな、開口部もかなり狭くなってる気がします。いや、もう全然無理ですね。いやこのサイズのバッグは入りますけど、このバッグ、はい、ゴルフバッグはダメですね。ダメですね、はい、でクラブが刺さってるとちょっときついですよね。あ、まあ、どうにかっていう感じですか。いや無理、ちょっと厳しいですよね。厳しい、クラブ刺さってると、うん、ちょっとこういう感じで入れたらもしかしたらいけるかもしれない。でもゴルフ行くんだったら屋根開けたいじゃないですか。まあまあそうですね、後ろの席ですね。そうですね、でちょっと厳しいかなっていう感じがします。ここであのボタン開けてもらえばトランクスルーになるんで、そこの、はい、こうですよね、はい、はい、一回やってみて、え、やってみますか、はい、なんか一つ一つワイルドっすね、はい、トランクの開き方とかこのシートの倒れ方とか、なんかワイルドさを感じます。あ、倒しちゃえば結構いけるんでゴルフバッグ余裕です、うん、全然余裕ですよ。なんでやっぱり屋根開いておしゃれな部分、その辺はちょっと我慢、うん、もしくは工夫が必要ということで。そうですね、はい、そして下は変わらず収納が少し、収納っていうほど収納でもないですけど、うん、コンテナと、ね、はい、ネットが入ったりとかそんな感じになっております。まあこれ63だからといって、はい、広いとか狭いとかっていうのはないですね。あとちょっと使い勝手の問題が共通になりますね、はい、少しあるかなっていう感じがします。はい、じゃあ続いて内装を見てみたいんですけれども、ちょっとせっかくなんで屋根を開けたいと思います。小島さんかっこいいね、はい、いいですよね。もうトランクの使い勝手が悪くても全然いいです、うん、使い勝手の車じゃないですか。そうですね、はい、でこれでもう一回押せば窓もこんな感じで開くようになってます。じゃあ中を見てみたいと思います。じゃあ内装を見てみたいと思います、はい、まあ、一通り装備は、はい、そうですね、はい、全部ついてますからね、はい、内装がまたこのちょっと白系の、うん、はい、アルカンターラでちょっとアクセントが入りつつ、はい、でカブリオレなんでちょっとこの辺が風が出てくるんですよね。そうですね、ついてたりとか、はい、シートの形状が大きく変わってますけれど、はい、他はドアとかダッシュボードとかセンターコンソールとかはもうほぼほぼ同じですよね、はい、あとここが、ね、上がりますからね、はい、
風よけで。そんな機構もついてると。じゃあ続いて乗ってみたいと思います。よいしょ。もうね、最終型というかもう完成された形になるんで、はい、基本的にその内装としてオプションっていうのは ほとんどついてますよね、はい、今までオプション設定だった、まあ、このウルメスターのラインだったり、はい、この辺もしっかり充実の安全装備、はい、ついてますね。ほぼ全部ついてますもんね。全部ついてます。はい、ヘッドアップディスプレイもついてますし、はいはい、運転支援系もフルフルでついてる、はいはい。で、後期になるとステアリングがちょっと違って、この辺のモード切り替えが、はい、ちっちゃい液晶になってるんですよね、はい、ついてたりとか。もうメーターのところね、全然変わってますよね、はい、12.3 インチの非常に見やすいフル液晶のメーターで、このオープニングがかっこいい。かっこいいですよね。かっこいいですね。で、この表示もいろいろ変えられるんで、はい、まあ、好みに合わせていろんなものができると。これ液晶メーターのいいところですよね、うん、あとこの辺も全部できると。ナビとかもね、映し出されますからね。そうですね、はい、ナビはあれでしたっけ、このクラシックにして、いや、今の状態でもできる。横にして、横の画面に、横の画面で、そこで前後、あ、こうこうか、今のところがナビ、そう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 、あ、これですよね、はい、はい。だからアウディみたいに全面ナビじゃなくて、こうあくまでメーターの、 このサブ的なものにナビが表示できると、はいはい、でメインのこっちのコマンドシステムに関しては、まあ、もう使い方一緒ですもんね。大事です、はい、こんな感じで。ナビも使いやすいですし、まあ、一通りメディア関係も充実してるんで、はい、まあ、メルセデスの場合は問題ないんじゃないかなと。そうですね、はい、あとエアコン関係、この辺なんかも、まあ、この辺も全部一緒ですし。で、カブリオレ、はい、あれはないですね。 DVD 関係はないです。ああ、そうですよね。 DVD のスロットルはないと、はい、で、こちらがドリンクホルダーと、はい、シガーがついてると、はい、これを取って小物入れにもできると。やっぱり携帯に充電ないんですね。一番新しいやつだけですか。置くだけ充電、はい、そうですね。そしてこっちのここの部分がカブリオレならではの、はい、スイッチの部分ですね。開け閉めの、はい、開け閉めだったりとか、はい、その辺が一通り。さっき あの開けるところここです、はい、これでやると、はい、後ろと前が、はい、風の巻き込みを軽減してくれる、はい、こんなのもついてると、うん、そしてグローボックスはこんな感じで割と容量があって、中が USB が2系統と SD カードが刺さると。後ろ乗ってみますか、はい、私が。お願いします。多分、まあ、はい、そしてリアシートアクセスはリクライニングすれば自動に椅子が前に行って、はい、屋根開いてるんで乗りやすいですけど、はい、こんな感じで。どうですか。ちょっと角度が直角ですよ。直角です、はい、でシートもここも短いので、はいはい、まあちょっと 63C クラスで一番ちょっと後ろがタイトですよね。タイトですね、はい、ワゴン、セダン、クーペいろいろありますけど、はい、その中でもズバ抜けて、まあ、楽ではないです。これじゃあ、まあ、開いてるんで開放感ありますけど、まあ、屋根入った時はちょっと、まあ、まあそれなりかなと。ちょっと閉めてみます。閉めますか。ブレーキを踏んでください。でもやっぱちょっと、はい、ここは、でも意外に、あ、上は割と余裕あります。余裕ありますね。そうですね、はい、でもどうしてもやっぱ腰この部分がね、はい、きついですね。そうですね、はい、かなりタイトな、はいはい、まあ、でも乗れないことはないです。そしてドイツ車のカブリオレって内装これすごくしっかりしてますよね、うん、ペナペナじゃないですよね。ですよね、はい、なんですごく作りがいいです。なんかそのアメリカと考え方がそもそも違うんですよね。あ、そうなんですか。アメリカってなんかその雨風をただ
その場限りでしのぐ。ただドイツとかって、ドイツって確か意外とカブリオレ大国なんで。だからもうオープンメインって考えているのか、まあ、オープンと両方とも使い勝手を考えているか。だからシーズンでしっかり屋根を開けて走れるっていう前提なんで、内装の作りがすごくしっかりしてるみたいです。実際でもさ、オープンカーもそうなんですけど、年何回年開けるのっていう感じですよね。まあそうですね、うん、でもどっちかっていうとヨーロッパの方が多分日本の使い方と近いです。近いと思う。シーズンだけ開ける。そうそうそう。アメリカなんかだと本当に乾燥してるところなんかだと、うん、ずっと開けっぱなしで、うん、降ってきちゃった時だけ閉める、閉めるって感じですね。だからもっと屋根の作りが簡単だし、うんうん、まあ、遮音性だったりとか作りなんかももっと簡素なものになってくると、まあ、リアシートはちょっといやでもこれこの辺の装備もないですし、ね、求めるところじゃないと思うんで、はい、車じゃないんで、はい、まあでも十分十分というか、まあまあ乗れます。こんな後ろになってます、はい、じゃあ続いてボンネットを見てみたいと思います、はい、エンジンの方が V8 4リッターですね、はい、馬力が500 10馬力ですかね。10馬力でしょ、はいはい、もうでもこういうのを楽しめるのはこれが最後かもしれないですね。そうですね、まあ、今 C クラスね、新しいのが出るっていう話になってますけど、またエンジンが MG ね、ザワザワしてますよね。ダウンサイジングしちゃうんじゃないかという話になっているので、はいはい、間もなくですよね。そうですね、 SE ってきて、はいはいはい、次 C が出るっていう、うん、で噂だとだいぶダウンサイジングされるんじゃないかっていう、そうですね、話になりますね、はい、まあ、今回ねこの、まあ、205の出た時も、はい、まあ、204から205になった時、まあ、ダウンサイジング、ね、ね、したっていう話でなってましたけど、またさらにこれ以上っていう話でまたなってるので、最後のこのエンジン。そうですね。まあ、それ どこがいいのか悪いのかっていうのはその人それぞれになってきちゃうと思うんですけど、そうですね、はい、やっぱりその204から205になった時に、はい、結構こうダイナミックな走りを期待してた人は結構がっかりした人が多いっていうのは聞きました、うんうん、僕。そうですね、はい。ただ車の完成度すごく上がってるし、やっぱりこう。ダウンサイジングしたって言ってもこれだったらまだ4リッターあるじゃないですか。そうですね、はい、そこからさらに噂じゃなんか半分ぐらいになるんじゃないかっていう噂もあるんで、そうですね、さすがにちょっとそれはどうなのかなっていうのは僕はちょっと若干感じてます。そうですね、はい、まあ、それぞれの良さはある A とかだったらね、まあ、なんとなく分かるな、うん、C ってやっぱり今までの、ね、C と S、ね、S のエンジンをこれに積んでるか C がいいんじゃないのっていうところもあったところなので、うん、あ、確かにそういう意味でも変わってきますよね、うん、どうなるのかなっていうのはちょっと今後ちょっと見守っていきたいところではありますね。そしていわゆる一つの完成形ですから、そうですね、もうぜひ迷っている方にはこう最終、はいはい、うね、後期の、はいはい、乗っていただきたい、はい、そんな車になってます、はい、じゃあ続いて店頭周り見てみたいと思います。お願いします。じゃあ続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。C クラスで一番高い車ですもんね、はい、63株は新車でね、1600万、1600万ですよ C クラス、はい、びっくりじゃないですか。しますね、1600万ですね。超高級車で、高級車、まあ、当たり前ですけど、はい、でもそう考えるとめちゃめちゃ贅沢ですよね。贅沢ですよ、ほぼ2人乗りじゃないですか、はい、だって S クラスのね、はい、550とかと同じぐらいですか。そうですよね、そうです S の550買うか、うん、C 株買うかみたいな、うん、だから逆にさっき小島さんおっしゃってましたけど、うんうん、中古市場が人気がある。そうですね、はい、だ新車じゃちょっと買わないけど、まあまあ買わないというか買うタイミングとか買い方とかやっぱりいろいろあると思うんで、うん、経費で買われる方とかもいらっしゃるね、うん、まあまあそういうのともあったりするので、はい、やっぱりねなかなか玉数は少ないですよね、はい、
今回の車いいですよ、走行距離も少ないですし、はい、4000キロでしたっけ、はい、中もすごくピカピカです、はい、もう慣れてるもんですよ、シンクロス乗った感じはもう本当に、はい、あの屋根開いてる車な感じはしないです、はい、ね、防音性というかね、はい、遮音性も高いし、ね、剛性もあるし、はい、まあ、それなりにチューニングされてるんでしょうけど、じゃあ開けちゃいますか、もう開けますか。これが一応50キロまで20秒で開けられる機構なんですよね。この時間だと西日がすごいな。窓は、はい、窓開けないでしょ。え、窓開けないですか。窓開けるとすごい風が入りますよね。カブリオレ素人なんで、で、ここね、ここせっかくだから そこ開けておきます。これ高速とかだと特に効くってことですか。効きますね、はい、巻き込みほとんどしないです。なるほど。で、窓開けちゃうと巻き込みすごいですよ。あ、そうなんですね。そうそうそう、横も。じゃあ横は閉めてた方が。横は絶対閉めた方がいいです。なるほど。大体でも仕事以外でカブレオレ乗ったことないんで。あ、そうですね、はい、まあ、僕オープンカーマニア。うわー、最高です、うん、ちょっと海行きましょうか。え、海に行きましょうか。だね、冬のオープンって結構いいんですよ。あ、秋からなんですよね。そう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 、そう、なんかイメージ的に暑いから真夏かなと思いきや、そうそうそう、真夏じゃなくて、夏のオープンなんかも、まあまあね、個人的には、はい、開けないですよ、あの夏は。夏は夜だけですね、開けるの。でもなんかイメージ的にちょっとこう、うん、真夏のその海岸線とかを屋根開けて走ってるイメージじゃないですか。あれ違うんですよね。完全イメージですね、はい、秋からなんですよね、はい、なんだったらもう快適装備ついてれば冬でも、冬でも全然。でこれだったら、だってこのエアスカーフもついてるじゃないですか、はいはい、そこら辺やってみましょうよ。こっちはこっち、ここ、はい、あ、これですね、うん、でもう後ろも、まあ後ろもね、シートシートヒーターで、さらに首も、お尻と首両方温めてくれるから、はい、今日割と肌寒いですけど、はい、あ、超快適、なんて言えばいいんですかね、もうこう、ここにこう、うん、当たり前ですけどエアコンの吹き出しがあるんで、はいはいはい、なんかこう、北海道つけてる感じね。あ、そうっすね、そうっすね、もう全然、やっぱりこの血管、太い血管温めるっていいんですよ、はい、まあ、超快適。ただこう頭の上と手はちょっと寒いですけど、ステアリングヒーター欲しいな。ステアリングがレザーとアルカンタラなんですよね。ステアリングヒーターはないですけど、もう全然快適、うん、全然快適です。そしてモード切り替えていいですか。どうぞ。うわー、これですよ、スポーツプラス。これ窓を開ける日じゃないですね、うん、この気持ちよさが。そう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 、だってもう上から音入ってくるじゃないですか、うん、これ感覚的にはゴーカートみたいな感じですね。あ、そうですね、よりゴーカート感が、うん、音がこれいいですか。うわー、最高です。メータースポーツマッパー、今スーパースポーツにしてますメーターを。乗り心地は今回はノーマルなんで、はい、もう柔らかい感じの。そうですね。でもこれでも今スポーツモードの2つになってますけど、はい、全然快適に乗れます、ね、快適に乗れますね。うわー、もうまず首があったかいです、うん、眠くなっちゃいそうなぐらい快適です。いやー、カブいいな。いいですよね、これ。こんな違うんすね、うん、巻き込みもほとんどないですよ。ないっすよ、ないっすよ、全然。あ、だからこう上も風が当たってこう涼しいというよりかは、もう何ですか、普通に窓開けます。窓開けたら結構入ってくる。ああ、窓開けると巻き込み結構ありますね、横からも、うん、で音も入ってきたりするんで。ああ、確かに。だからやっぱりか環境としてはやっぱり、でもこれ本当に窓を閉めてれば、うん、普通に女性の方でも、うん、髪長い女性の方でも普通に、うん、全然全然、はい、結構髪の毛バッサバサになっちゃって嫌だなっていう方多いじゃないですか。全然乗れます、全然乗れます、乗れます、はい、最高すぎるんですけど、本当にステアリングヒーターだけですね、僕欲しいの。この辺のね、安全装備も、はい、フルフルでついてますもんね。ついてますね、 ACC ついてて、はい、確か事故する時の、避けられない時のステアリングサポートもついてるんですよね、はい、液晶の、はい、モード切り替え、はい、
あとつい最近大宮店で C63 後期撮りましたけど、はい、もし万が一衝突する時 の、 その音の軽減も入ってるんですよね、はい、ああそうなんだ。スピーカーから音出して鼓膜を守るっていう、うんうん、で64色のアンビエントもついてるじゃないですか、はい、うわめっちゃあったかい首が、首あったかいね、あったかいです、最高です。いやこれ屋根開けてない時でも使って快適じゃないですか、うん、エアコンいらないかもね逆に、本当ですよね、今エアコンオフにしてますからね、ていうかエアコンの風も、うん、うちのカメさんなんか特にそうなんですけど、うんうん、直接当たりたくない方多いじゃないですか、これだったら本当にダイレクトに風を当たってもこう肌にちょうこの温めるところだけなんで顔とかに直接かからない。うわあ、ブワーってしょ、もうちょっとペース上げてしょ、もう面白いですか。どうぞ。今回も代わりで。はい。はい、いやこれはさっきカメラマン欲しいって言ってたんですけど、わかります。これは僕も欲しいです。いやいいな、最高だな、いいっすよね、ちょっと視線感じちゃいますねこれ。そう、はあ、僕感じちゃいますよ、全然でしょ、対向車の人とか、もし人がいるとこ行きたいっすよ。視線がちょっと恥ずかしい人はちょっとサングラスかけていただいて、うんうん、はい、街中っていうのはやっぱりあれだよね、あのさっき海行くとか言ったけどね、山行ったりとか、ね、どこでもいいですよ、山行っても海に行っても、うん、都会でも、都会でもね、はい、どこでも運転楽しくなりますね、うん、ちょっとこう海岸線とかさ、そうっすね、熱海のあの先の方とか ね、 ね、いいよね。でも六三だったらぶっ飛ばしても楽しいじゃないですか、うんうん、これでさ温泉行ったらいいよね、いいっすね、熱海行きたいな、行きましょう、ちょっと動画と称してそういう企画、え、そういう企画を立てましょう、社長に言ってみてよ。速攻却下でね、やっぱりちょっとお客様と同じ車の使い方をしないと魅力が伝えられません。うわむしろちょっともう暑いぐらいだね、いやいや本当っすよ、ちょっと弱め、もうなんかお風呂入ってるレベルで首とお尻があったかいですけど、いやもうどこからでも加速するし、シフトもスムーズですね、AMG スピードシフトですよね、加速、うん、でしたっけ、うん、でシフトチェンジのあれはどうですか、めちゃめちゃスムーズっすよ、スムーズ、はい、なんタイムラグっていうか、ないです、結構スパンスパン入るような感じで、はい、ダイレクト感があります、うん、でハンドリングも別に、はい、そうなんですね、メルセデスすごいところが、うん、なんかそのこう言ったらこう個性を感じさせないというか、うん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 、スッて入ってくるじゃないですか、うんうんうん、うわ何これちょっとハンドル重たいとか、うん、こうブレーキがちょっとこう癖あるなとかじゃないじゃないですか、うん、ちょ BM っていい意味で少しハンドル重めになってたりとか、うん、ステアリングをちょっと太かったりとか、うん、まあ、それがこう慣れてきたりとか、うん、こうピタッとはまるとおおって感じなんですけど、うん、メルセデスって何も感じさせないですよね、うん、だからなんかもうこう操作系もすごく考えられてるじゃないですか、うん、シフトももう片手で全部、うんうん、もうこの辺の操作も全部片手で、うん、片手でというかこう手伸ばさなくてできるようになってる、うん、やっぱりメルセデスって、ね、世界のトップを走ってきただけありますよね、そういうところは。やっぱり本当にすごい、うん、うわこうなってんのかっていうのほぼないですもん、ハンドルの形も太さも、うんうん、まあ、でも、ね、今回この C クラスなんかもうほぼ完成形ですからね、そうですね、うん、だからまあもうもういやこれはちょっとだってね買いですよ、すごい人たちが考えた車でしょうからね、そうですね、研究して改良され尽くして、間違いないです、ね、ここも後期だと大きいですし、そのうちこういうのパカッて外れて自分でこう使えるなんじゃない、ああどうなんですかね、一番いいのがこの63サウンドが一番楽しめますよ、うん、この車、うんうん、だってクーペとかじゃこんな音聞こえないですもん、ああまあね、はい、ほら窓を開ける日じゃないっすよ、うん、このゴワーって音が、ああお尻あったかい、いいですね、非現実を味わえて、いい
っきカメラマンが、うん、これでエディション1があれば一番いいのになんて言ってたんですけど、うんうん、僕はこの快適シートの方がいいかもしれないです。あでもあの、うん、AMG の、 あのオプションであのシートあるんですよ、はい、あのあっちのそうなんですか、うん、レカロの、うん、でもこのエアスカーフなくなっちゃいますよね。そうそうなくなっちゃう。あだからあえてそのオプションつけないでこっちって感じかもしれないね、うん、見た目は確かにこっちの方がやぼったいですけど、うんうんうん、でもやっぱりねどっちだろうって感じだね好みだね。いやいや快適性取っちゃうかもしれないです、うん、まあでも屋根開ければちょっと内装のこのおしゃれさも見せたいんで、うんうんうん、まあちょっとスポーツシートもいいですけど、ねうんちょっとじゃあこうあとうわやっぱ独特のトルク感ですね。そうっすね、はい引っ張っていくっていうよりか押し出してくもらってる感じの、どこからでも加速できますよ、ねうん、全然超余裕。これはオールラウンダーだな。やっぱもう寝ちゃいそうです。え寝ちゃいそうです。寝ちゃいそうめっちゃ高くないですか。だって本当に、だってまだフルでやってるでしょ、はあシートフィート、お尻あったかいしょ。でもこのシートヒーターとかエアスカーフとかでその疲労の軽減にもなんか、うん、なりますよね。なんすよね、うん、だからレカロシートとかって結構上位モデルとかって、うんうんうん、あのシートヒーターが標準装備だったりするんですけど、うんうん、あれって結局血行不良による、うん、その疲労の蓄積を軽減するためにシートヒーターがついてるんですよ、うんうん、だからそうですね、あの必ずしもその快適性だけじゃないんですよ、ねうん、だ血行良くなると、うん、その疲れが溜まりにくくなる、うんうん、いや最高や。これはでもしますよ。2000じゃない1600万するします、うん、納得の納得です。納得ですね。納得プライスです。これ最初だけね値段だけ聞いたらそんなにするのって思うけど、だって普通の180何台買えるんですかっていうレベルじゃないですかまあね。でもその分楽しめるし、うん、快適だし、うん、あとカブリオレの方が割と値段も残りますよね。そうね残りますね。へ、ねはい、いい車。またまたあれじゃないの、はい、スッチ欲しくなっちゃうシリーズ。いやいやもうだけもういつも言ってるんですよ、うん、この間東京店行って試乗させてもらった時も、うんうん、残価設定9割でお願いします残価設定9割の120回払いでお願いしますって言ってるんですけど、もういい加減買ったら。いや欲しいっす。でも、うん、何を買っていいのか分かんなくなっちゃうんですよ。いい車乗りすぎて、うんうんうん、だ美味しいもの食べすぎて何が美味しいのって言われて迷っちゃうからでしょ。本当、本当ですよ本当ですよ。でまたうちで並べてる車って本当に装備厳選してるじゃないですか、うん、で本当にだってカーボンパッケージみんなついてると思ってました普通、はい、普通ね、はいうん、ついてないんですよ。ついてないんですね、うん、だからたまにお客さんで、はい、やっぱ車いろいろ見に行かれて回ってられてして、はい、結局うちにある車をこう見慣れてて、はい、例えば、まあ、ディーラーさんって結構幅広く置いてるじゃないですか、はいはい、で行ってノーマル見ちゃうと違う車だったって言いますもんね、はい、物足りなく感じちゃう。そう物足りなく感じちゃうんで、やっぱりそのね、やっぱり中古車って言い方変か、中古車のいいところってどれだけお得に買えるかじゃないですか。そうですね、うん、そのどっかってやっぱ絶対装備なんで、うんうんうん、確かに、うん、安いの価格で安い車って絶対理由あるんで、うん、安いなりのそうですね絶対ありますから、だからこんだけついててお得に買えたっていうお得感は感じていただけると思いますけど、車安く買え、車だけ単体で安く買えたっていうのは僕たちもね仕入れでたまに安く買えるまれ、はい、に本当にあるんですけど、はい、買った瞬間不安になりますもんね。ああなんでこんな安かったの、あれなんで安かったのっつって、はい、あれ競らなかったのと思って、あ逆にねびっくりしちゃう。なるほど、うん、でもほとんどないですよ本当競り合ってますよ。へえー、まあそうっすよね、うん、だいい車ほどやっぱり競り合って、はい、高かってる高かない買えないんでやっぱり高いにはね高いなりのやっぱり理由は絶対ありますよね。そうですね、価値というかね。なんかもうしんみりになっちゃってるでしょ。最高
多すぎて。お風呂入っちゃってね。お風呂。いや本当にこれちょっとなかなか試乗ってできないんですけど、うん、このシート座ってみるって言うんだったらできるじゃないですか、うんうん、ちょっとこのエアスカーフとこのシートヒーターの快適さはみんな体感した方がいいです、うんうん、本当にそれだったら別に走り出さなくても体感できるじゃないですか、うんうん、これは本当にみんな体感した方がいいですよ。ちょっとさ、はい、寒い外でさ作業をしてきて、はい、ちょっとここで温まってっていうのはね、もう超快適ですよ。そんな感じだよね、はい、もうなんか首までこたつに入ってる気持ちですね、うん、超快適だって今日まあまあ寒いですよね。寒い寒い寒いですよね。寒いです。全然開けてても全く寒くないもんね。寒くないです。まあ手はね、はい、手はちょっと寒いぐらいですよね、うんうん、だこうエアコンつければ、エアコンつけて手、ああそうですね、やれば手当たれば全然ですよ、うん、今回あえてエアコンつけないで、そうですね、乗っていった感じですか。もうシートヒーターとこのエアスカーフでどこまで行けるか、はい、どこまででも行けます。どこまで行けます、はい、いやこれ真冬になっても結構行けると思いますよ、うん、これだったらまああと手だな。そうですね、手だけ温まれば全く問題ないですね。で車によるっすけど、うん、結構真冬に屋根開けてたりすると、うんうんうん、うわなんか屋根なんか開けちゃってと思うっすけど、うんうん、この車の場合そうじゃないっすね、うんはい、いやいや本当でも冬のオープンって本当気持ちいいっすから。いいなぁ、僕は車を買える日は来るんでしょうか。え、それはツッチー次第ですいや毎回最高の試乗でした。ありがとうございます、はい、お疲れ様でした。うわうわと、はい、というわけで今回はボンドカーズアリーナより AMG C63S カブリオレをご紹介させていただきました。はい、ただいまボンドカーズでは、全国買取大募集中でございます、メール、LINE 等で、お問い合わせいただければと思います。ボンドチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。